ジェネシスとは本当なら俺が戦うべきだった。ったく、誰が仕向けたんだよ。だが次はお前自身の仕事だ。どういうつもりだ。よせよ。待っている人はいるんだろう。アンジール、本気かよ。いいぞアンジール、我々親子の恨みを今こそ晴らすのだ。親子、黙れ。俺の父は死んだ。ならば母の恨みを晴らせ。母は過去を恥じ自ら命を絶った。恥か、それは間違いだ。彼女は誇りに思うべきだった。自分の名が実験コードネームに残されたことをな。プロジェクト G、 すなわちプロジェクトジリア。母の名を口にするな。ジェロバ細胞を埋め込んだ女ジリアン。ジリアンの因子を胎児期に移植されたジェネシス。ジェネシスは失敗だった、認めよう。だがアンジュ、お前はジリアンの体内で細胞分裂を繰り返した。お前は完璧だ。ザックス、俺は完璧なモンスターだ。俺の細胞は他者を取り込み、それを分け与えることができる。双方向コピー、ジェロバの力を正しく継承したというわけだ。ザックス、覚えているか、世を苦しめる者全てと戦うと約束したよな。うん、でもあんたは違う。俺自身が俺を苦しめる。ザックス、見せてやろう。やめろ、取り返しがつかないことになるぞ。クソ、細胞だけでも。アンジール、
しとけよ。これまでだから頑張ってるって。ソルジャーなのか。とっておきのお見舞いしてやれ。ザックス、よくやった。あとは頼む。誇りを忘れるな。夢を持て。英雄になりたければ夢を持つのか。そして誇りも。
ねえ、ザックス。上の町に行ったら、空、近いんだよね。怖いけど、お花たち、喜ぶ。ソルジャーになりたいって?頑張れよ。ソルジャーは全員揃ってるのか?はっ!みんな新人だってな。はい!よろしくお願いします!一個だけアドバイス。いや、命令だ。夢を抱きしめろ。そしてどんな時でもソルジャーの誇りは手放すな。いいな。はっ。必ずまた全員でここに戻るぞ。行こう。